レイの今かなが作ったレイクイズ。よいしょー。今ハルキとモセともちのレイ。というわけで今回は元カノクイズレイ編ということで、はい、本当はね元カノにしたかったんですけど、まあ普通に LINE とか送ったんだけど帰ってこなかったということで、はい、まあねこの世の元カノが俺の元カノみたいにねフランクな関係かと言われたらそうでないだぞということですよとはいえボツにしたらシャバいなということで、うん、まあ、どうにかしてちょっと同じぐらい恥ずかしいものをクイズにしたいと思った時にレイにはね可愛い彼女がいるということで、はい、その彼女に協力してもらって、はい、レイのクイズをね作ってきてもらいましたよね。はい。全何問ですか？全5問か。おー。で、まあ、で、毎回恒例なんですけど、はい、これで一番ポイントが低かった人が、はい、次回の元カノクイズの出題者側ということで。はい、よし。というわけで今回はレイの今カノが作ったレイクイズです。やっていきましょう。はい。はい、第1問。はい。はい、僕が彼女と付き合う前に行ったディズニーランドで俺がしたことは何？A、シンバのぬいぐるみを買ってあげた。B、ポップコーンをあんした。C、アトラクションで手をつないだ。D、制服のスカートをめくった。付き合う前でしょ？付き合う前。シンバのぬいぐるみを買った。1個しかしてない。はい。はい、書きました。はい、はい、じゃあもっちくんから。はい、 A のシンバで。おお、俺は C のアトラクションで手をつなぐ。おお、これで会ってほしいという思いもありますはい、僕はですね B のポップコーンです。おお、まだ負けた。割れたね。いいね。なんかないの考察みたいな。いや、なんだろうな、でもポップコーンのあんはちょっと分かんなかった。なんか意味が、うん、そのなんか大きいもんだったら分かるけどポップコーンのあんむずいじゃん確かに普通にやろうとしたって言ってたもん。こうなるのよ。うん、いいけど、できなくはないけどさ、やろうと思わなくない？ポップコーンである必要がないと思っちゃって。まあ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 。正解は、はい、はい。Cの手をつなぐ。よっしゃ、ほらね、やっぱそうだと思ってたんで、やってんな、楽しいやつやん、うぜー。うわー、マジかー。C だったかー。いやー、C で。おー。タワテラの。うわー。乗ってドキドキの。いいなぁ。あぁ幸せだなぁ。恥ずい。付き合う前ですからね。第2問。はい。レイの部屋にいるアヒルのぬいぐるみの名前は何でしょう？むずすぎる。やばい。A、ダックママ。あ B、ビッグパパ。C、リンペンくん。あー、ありそう。D、ゴリゴリ脇毛チャンネル。おーい。あ、それは D。どういう意味わからない。だってゴリゴリ脇毛チャンネル。脇毛チャンネル。脇毛チューブチャンネル。ネル絶対登録者68人。はい、行きました。行きました。じゃあ、乗せから。はい。A のダックママです。お、同じです。ダックママ。おー。A のダックママです。わー、ふざけんなよ。あー、マジか。いや、これはそうじゃない？ビッグパパは絶対ダックママが元になってその考えたきっかけだと思うの。そう、間違いない。正解は、はい、お A のダックママ。はい、しょい。まあ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 、いやー、1ね。かわいいね。余裕だな。振り出しだな。そう。第3問。はい、彼女が思うレイの欠点とは。いい問題作ってくるな。 A、 声がでかい。お、うん、B、 寝起きが悪い。C、 怒ると殴る。DV。 D、 運転が荒い。あー、渋っ。怒ると殴っててくれじゃあはるきから。はい、 D の運転が荒い。はい、 D の運転が荒い。 D が運転が荒い。おいおい、みんなや絶対これなんですよ。これなんですよね。いや、声でかくねえし。そう、声でかくないし、寝起きは別にね悪くないんですよ。そうなんだ。そう、自分で言ってたんで。へー、ワンチャン殴る可能性あるってことでしょ。あ、それは悪い。なんでそこの二択なんだ。正解は、はい、 B の寝起きが悪い。D の寝起きが悪いってどれ。 B の寝起きが悪い。え、そうなの。お前言ってなかったっけ。いや、俺ね、寝起き悪いらしいね。あー、いや、まあ自分では思っててもみたいな。あー、そういうこと。彼女目線からしたら寝起き悪いな、こいつって思われてるってこと。ガチか。ガチか。じゃあ相当、じゃあ彼女寝起きいいんだ。そうだね。
へえ、そうなんだ。運って荒くないしな。いや、そう、荒くそう思ったけど、でも、ね、寝起き悪いこと欠点に含むかと思って。だとしたら、お前すごいよ。そんぐらいしか出てこない。ね、ね、そうなんだよ。なんかしてる、殴ってるよ、女。そこにしてた、俺。第4問。はい。はい、別れ話になった時、レイが取った行動と。うわー、そんなあんの？これちょっと恥ずかしいね。A、好きにすればと言った。うわー、ありそう。B、別れたら死ぬと言ってきた。あー、無理だね。C、近くのものを蹴り飛ばした。あー。 D、泣いて謝った。わかんねー。わかんねー。演じてもわかんなかったわ。うわ、でも D かもな。めっちゃ言うやん、こうだって。めっちゃもろに言うやん。じゃあ、少なくともお前は D じゃないやん。よし、行こう。また、オッケー。あー、これでみんながレイに対してどう思ってか分かるんだよ。そうなんだよ。はい、行きました。じゃあ、もっちから。D、泣いて謝った。おぉ、うわぁ。いいっすか、自分も。はい。D、泣いて謝った。おぉ。おぉ。はるき。そう、だと思ったんだけど、うん、でも、問題文にするのかなぁと思って、ちょっと賭けで B、別れたら死ぬ。うわ、いやぁ、それ来たらすごいな、ね。メンヘラ出してくる可能性ありけると思ってるんですよね。正解は？はい。来い。D の泣いて謝った。よっしゃーし、よっしゃーし、でかい。よっしゃー、でかいねー。その呼ばれ方はずいわ。でかいねー。これはでかいよ。その呼ばれ方はずいよ。絶対泣くと思った。よかった、泣いてたー。いや、死なんて。いや、死なさいんだ。おもんな。うわ、おもんな一番つら。これがリアル。いや、それは無難に言ったら泣いて謝るんだよ、こいつは。いいやつだから。最終問題。はい、今ポイント何？2。お、引き分け。じゃあこれで決まるわ、もう。やー、うわー。これはとある日の夜に付き合ったんですけど、うん、直接告白して、でその日の次の日の朝の LINE を切り取った問題。うえ、 LINE 送るから。え、じゃあ何、つまりその送って帰宅しておはようの LINE が変ってこと？そう。うわー、ういういし、一番ホットなやつ。うわー、うわー、うわ、はずい、これこれはずい。俺です。うわ、これはずいわ。うわ、うわー、やば、これこんな早ー。6時57分に何送ってきてる、早ー。で、この空白に当てはまる言葉を。この問題はめっちゃいいわ。うわ、うわ、この夢じゃなかった、めっちゃ可愛い。うわ、うわー、やば、いいな。ういういしい。 A、 学校休んで今日二人で遊ばない。おー、なるほどね。 B、 僕たち付き合ってます、大声で言いたい。うわー、はずい、それ。 C、 〇〇のことを好きすぎておかしくなりそう、びっくりびっくりびっくり。 D、 おはよう、びっくりびっくり、まる〇〇夢に出てきたよー、びっくりびっくりびっくり。うわー、おー、もう俺はこれでいく。どうする、全員揃ってたらさ、そうなんだよ、またレイになっちゃうんだよな。え？サドンデスあるよ。ある。あ、オッケーオッケー。せーの、 B。 え？おー、え？え？あ、マジ？え？お？おー、割れた、よかった。マジか。やばい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 、第3回、俺本当に嫌だ。ねえ、なんで？考察欲しい、考察。じゃあ自分いいっすか。まあ文脈からだよね、その、おはようって来てて、おはようって返してるのが唯一 D だったんで。そう、でもある。まあそれで、しかもなんか夢に出たよってこいつめっちゃ言いそうなんだよね。いや、俺も D、 おはようって言ってるからワンチャンなって思ったんだけど、なんかレイの俺の中のイメージはなんか僕たち付き合ってまーすって言いそうなイメージ。いや、まあまあまあ、わかる。じゃあ発表します。はい、はい、正解は、B。 大声で言いたい。えぇ、ほら、や、うわ、うわ、うわ、嬉しい。お前、おはようは言おうよ。うわぁ、おはようは言わないよ。おはようは言えよ。ちょっと勝ったと思ってたね。正味な。あいまいまいと思った。うわ、じゃあ、サドンデス行く？もっちの見て。そうだね。サドンデス問題。はい。俺が、彼女と初めてチューをした日はいつでしょう？うわぁ。俺関係ないけど、チューやるわ。もう、ピンポイントで。
覚えてるから。じゃあ日にちで。うん、日にちで、はい。いや、分かったわ。俺から言っていいじゃん。うん、うん、じゃあ、はるきから。僕、2018年10月28日っていう、あの付き合う前に一発キスかましてるっていう、なるほどね、大穴にかけました。まあ、俺は外しても何の問題もないんで。なるほどね。じゃあ、乗せから。2019年3月3日。おー、そんな5ヶ月ぐらい経ってからね。じゃあ、もち。はい。2018年12月9日。うわー、そっちの方がありそう。ありそう。言うても。なんかぽいな。いや、わかんない。リアルだな。数字は適当だけど。まあ、緊張する。緊張してる。これで、遠かった方が、次回の元カノクイズの、出演者側になるんで。発表します。はい、はい、正解は2019年。おー、あー、おー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 。あ、でも分からん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 ぞ。1月19日。ってことは11ってことは1ヶ月前だから、乗せない。